たびはすまぬな、アンジン殿。では、参ろう。
化けたのだ。さがなき者なり。よく見れば。ここは、どことなくあの太宰府の遺跡に似ておるの。古より祭り事が執り行われていたようじゃな。それは、うん、殿への贈り物はこれにいたそう。助かり申したぞ、アンジン殿。
勝負。
だ。尋常に勝負。
敗軍が力とくと見よ。Ah!
勝負。
それはせぬ。
勝負！
いざ尋常に勝負。破れはせぬ。
やすやすと破れはせよ。いざ尋常に勝負。
奴を破れはせぬ。Yeah!
勝負。
そう、破れはせぬ。いざ尋常に勝負。
誠の雷神が力を解くと見よ。この雷神が力を解くと見よ。
勝負。
まで追い込まれるとは。
素晴らしき技の冴え、一層お強くなられたようですな。
太后秀吉様には本多忠勝殿と並び称され西国無双と祭り上げられたものの、心は乾くばかり。銀千代がこと死ぬまで悲惨、橘の儀他ならぬ銀千代に教わったのだ。心を殺し太后様への義を貫くのみ。